ライキジョーンズですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、現環境で流行りすぎている超害悪のね、チンパンデッキなんですけど、そのデッキの徹底解説をしていきたいと思います。ということで今日やっていくのはこちら、はい、エレジャイなんですけど、まあ、こう何回もね、俺の動画とか、まあ、他のね、人の動画にも出ていると思う、この、まあ、害悪チンパンエレジャイなんですけど、まあ、意外と、使ってみたら、なんか今までのエレジャイと違ってね、こうクエイクとか、まあ、ロケットとかライトニングが入ってないから、なんか突破が意外とできないとか、なんか普通にもっとなんだろう、エリゴレレイジとかいう、もっと格上のゴリ押しに負けるんだけど、みたいな人いると思うんですよ。なので、まあ、今日はね、このデッキの、動き方をね、徹底解説していきたいと思います。まあ、ちょっとね、これを知るだけでね、まあ、差が出るなっていうところが、個人的にはすごいあるので、まあ、そこをね、こう解説していけたらなと思うんですけれども、まあ、このデッキね、俺、先日世界1位にも到達して、グロ大会で、世界24位と26位かな、34勝で、そう、2つのアカウントでね、取ったんですよ。まあ、なので、このデッキの熟練度で言うと、だいぶね、もう世界1ワンチャンあるんじゃないかぐらいで、まあ、世界、まあ、3、トップ3ぐらいにはね、入るんじゃないかなと思います。はい。ってことで、このデッキをね、やっていきましょう。グラシャレ、10勝から。そう。なんですけど、まず大切なのは、このデッキはね、3倍タイム、に入ったらもう勝ちです。基本勝ちなので、3倍タイムまでどうやって動いていくかっていうのと、まあ、各デッキに対してはね、突破方法があるので、まあ、どういう感じで動いていくかっていうのをね、やっていきたいと思います。でまずはエリポンがね、回るまでこのヒースピー、そしてボンバー、あとゴブリンでね、いい感じに回していきます。うわ、8番目だ。さあ、でとにかく相手のデッキを、ギャングとウッド、まあ、あとディガーが入ってるねっていう感じで、まあ、ちょっとね、調べていって、OK、フェニックス出した。うわー、ここはね、ちょっと正直、これね、文句で跳ね返されるときついんで、一旦、ここはね、フェニックスミラーから入っていきます。基本ね、このフェニックスの端前内打ちになると思うんですよ、今の環境。そうなったときに、フェニックスミラーをね、するっていうのはね、結構大事。でここは、相手のね、フェニックスが蘇るんで、しっかりね、盾を、うわ、やば、最悪。うわ、やばい、跳ね返った。さあ、今のところ、全然ダメですが、まあ、こっからね、さあ、相手はね、今、ディガーとギャングがあるので、よいしょ、ここはね、ボンバー、文句を相手は切ってるので、文句ギャングができないんですよ。そう、なので、ここ許容しよう。で、ポンプはね、後ろ絶対。で、ディガーが来るんで、あ、ポイズンか。オッケーオッケー。これは偉いですね、相手。ここでね、ミラーがあったらもう一個ね、ポンプを置きたいところなんだけど、まあ、序盤はね、ぶっちゃけ、耐えればいい。で、レベル11だとね、タワーが3000あるんですけど、まあ、3分の1食らいたくないね。ダメージで言うと。そう。まあ、イリポンにね、手がかからなかったら、正直このね、今、ディガーギャングとかね、こっちのタワーに来て、エリポンにね、ポイズンが打たれてなかったら、まあ、ぶっちゃけ3分の1ぐらい食らってもいいんだけど、それでもね、こうやって、こんな感じで結構フル防衛していきたい。エレジャイもね、通すエレジャイじゃなくて、この守るエレジャイっていう感じですね。そう、相手のフェニモンクの形を簡単に守れるっていう感じ。さあ、今回はこっちにね、エリポン置いていきます。で、ポイズンが来たら、もう一回ね、ミラーポンプをね、ここに置いていきます。で、そうすると、ここにね、ディガーが来るんですよ。そのディガーをトルネードで吸っていく。よいしょ、こんな感じでこの位置にね、出すとキング起動できるので、さあここで吸収して、さあ相手が呪文を刺してきたところで、さあこんな感じで、よいしょ、でもう一回ポンプ、頼む、復活すんな、 OKOKOK、 でもう一回ポンプ、さあこんな感じでね、いい感じにしていって、で多分ね、ここにそうポイズンが来るんで、もう一回ディガー対策でね、ゴブリンを出して、もう一回ポンプ。だこんな感じでもうポンプリレーを押していく感じ、本当に。さあ、これで、どっちに投げてくるかっていうところだけど、おー、なるほど。さあ、こんな感じでね、守ってポンプ、守ってポンプをね、繰り返す。これをすると、もうね、だんだんこっちの流れになっていきますね。で、ここはね、もうポンプ置いてもかけられちゃうんで、ここら辺でね、3つ立ったら基本的にね、4つ目は立てないかな。うん。
2つ立ったらね割と十分ですね。でこういうヒースピンも吸収していってボンバーつけて、でこっからはフェニックスとフェニックスミラーを出していきます。フェニックスミラーして防衛ポイズンを打たせてポンプを置いていくっていう感じですね。そこなんじで、ポンプのね稼働時間が1分5秒なんですよ。そうなので隠れさせたくないね。でこっからはい来ました、エルジャイタイムです。こっからは俺の時間なんで、よいしょ。でフェニックス逆とかに出しておくか。ちょっとねこれ防衛ポイズン打たれるの見え見えなんで、よいしょ。こっからはもう両サイドですね、絶対両サイド、片方サイドにこだわったら負けます。なんで防衛ポイズンとかをね避けていきながら、こんな感じでねフェニフェニミラーをやっていく。さあこっちにポイズンが来ましたと。そしたらこっちにね、エレジャイをね出していって、よいしょ。でフェニックスを出していくと。もうねこれでぐちゃぐちゃにするんですよ、フェニックスで。とにかくこんな感じで鳥でねパーティーを作ってあげて、さああと20秒ですね。この8枚エレジャイで刺していきたいっていう感じでやると、はい不思議、もうずっと劣勢だった、守ってばっかだった俺がこんな感じでね3倍タイムからね生まれ変わることができます。はい、なのでとにかく3倍タイムてか、まあ2倍タイムまでにキング起動ができたらね幸せ。まずねポンプは真ん中じゃなくて後ろの位置ですね。うん、本当にあの位置に出すのが大事です。あの位置に出して吸って、でこのディガポインめっちゃ多いんだけど、この戦い方をすると絶対勝てます。マジで本当に負けない。マジで世界のトップのディガポインの人たちとねガンガン当たってきたんだけど、マジで負けなかったですね。さあ来ました。さあ、まあ、さっきと同じように、とにかくエリポンで、相手がゴレとかエレジャイの場合ですね。いや、ゴレとかエレジャイ来てほしいな。よろしく。なんだけど、2は、もう徹底的に、フェニックスミラーと、ヒースピー。これでね、守っていく姿勢を作っていきます。姿勢が大事。まあ、なんか施設とかがね、入ってないのと、火力カードがね、やっぱフェニックスしかないので、よいしょ。こんな感じで、別にね、この、本当に防衛反撃ね、してくれるだけありがたいんですよ、このデッキ。やっぱ本当にさっきも言ったようにね、クエイクとかも入ってないし、大砲とかもないから、やっぱ攻められるとね、辛いんですよ、シンプルに。そうで、しかもネクストミラーなんで、最高の状態のエリポンですね、これは。ここにポイズン打たれても、なるほど。迫撃スキャラか。さあ、こんな感じで、しばけます。でポイズン来て、これ相手で、ね、10コスト割いたので、ここは端前フェニックスいきます。端前タル11コストだね。なんでもう1枚フェニックスミラーまで行って、いやここでさヒースピンまで添えたら終わるんじゃないかこれ。よいしょ。でこれでタルがスケラからのタルだったか。さあこれタル追加したので、ここを許さない。ボンバーからのザゴリがこれですよ。これね、エリポンに向かってね、縦プラススケラしてきても、カウンターのね、このフェニフェニミラーで押せるんですよね。で、このさっきのこのエリポンに対して、ポイズン、打ってきたらミラーポンプを置くっていうね、もうすでに相手が積んでいるような状態を作ることができますね。さあ、これちょっとしんどいな。ここはじゃあフェニフェニミラーで守ってあげて、E スピで許容しよう。さあ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 。でここは別にね、多分防衛迫撃があるんで通るか分かんないんですけど、エレジャイからのゴブリン、ターゲットはねエレジャイに向いてます。さあ壊した途端にこうでね、ポイズンなんでファイボみたいにね瞬間火力が出ないんですよ。そうなので、そこはねフェニフェニミラーで、いや復活してくれ、いやでかっからのエレジャーいきます、真ん中。よいしょ。これ打っとく、来ちゃうかな。おお、なるほど。まあ、これは、しっかりとね。まあ、俺は別にタワーおんなくても、もう守るだけでいいんで。こっからは、おお、なるほど。モンクスケラが怖いんで、ここにフェニックス出して、後ろ下げのゴブリンとミラーゴブリンでスケラ守っていきます。さあ、OK。GG ですね。さあ、こんな感じでやると、マジでね、簡単に勝てちゃう。とにかく、エリポンから試合を作っていくっていう感じですね。さあ、ということで、行きましょう。で、今ね、世界121位か。まあまあまあ。まあ、一応世界ランカーっていう感じですけど。
まあ、ちょっとさっきのグラチャルよりはレベルが高くなるかな。まあ、さっきのね、はい、知識を生かしていきながら実践って感じですね。いやー、とにかく相手動いてこないんで、ゴブリン。まあ、最初、初動はまあ5秒ぐらい待っていいですね。うん。ただ、このゲラルトって人は、もともとね、プロプレイヤー、韓国のかな？韓国のプロプレイヤーで、スケラがめっちゃ得意だったね。なんで、スケラの可能性ありなんで、ここはね、そこ早めに行こう。おー、ポイズン来た。さあ、このくらいダメージがね、フェニックスに入れば、で、スケラに対しては、この内側ですね。内側ポンプと、お。よいしょ。こんな感じで、内側にやると、相手はね、キング起動が怖くて、ちょっとね、こんな感じの、なんか位置にやるんで、タワーにもね、あんまりダメージも入らず、でしかもキング起動が、きついんで、この内側にね、ポイズンじゃなくてエリポン置いても、ここにねポイズンは打てないんですよ。さすがに打ったらね、この後のそう試合展開に響いちゃうから。なんでここにポイズン打たしたら、こんな感じでミラーエリポンっていうね、そうエリポン守ってエリポンミラーっていうね流れを作ると、もう結構勝ちに近づきますね。さあ、ここまでねやることなくなったら、後ろからねフェニックス出してもしょうがないんで、まあエレジャイでね一旦相手の様子見、ここでね逆サイ攻めてくれても美味しいしっていうね。ちゃんと、そしてね、エリポンは壊れた時に1エリクサーを回収するんで、ちゃんと、エリクサーあふれないようにするのが大事。で、このね、攻めてる途中に、まあ、やることなくなったらエリポン置いていいですね、全然。で、ここは延命したい。OK。さあ、ここも、しっかりとね、卵を延命していって、でもう一回ね、まあ、相手がね、もう一枚ぐらい多分出さなきゃいけないんで、ここはケツエレジャイで、迎え入れる。壊れて、早く壊れて。やべ、溢れた。ただね、この位置にエリポン置きたい。さあ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 、そしたらここに置きます。とにかく、まあ、なんか序盤はマジで、このエレジャイもね、基本防衛なんですけど、マジで、お、なんで死んだんだ今。そう、もうエリポンを絶やさないこと。それがね、このデッキの必要な立ち回りになります。エリポン絶やした瞬間にね、なんかこういう形組まれて負けるんですよ。そう、なんで、エリポン絶やしちゃいけない。たまにね、こういう攻め取るねとかもしてあげて、ちょっと嫌がらせします。で、もう一回エレジャイ。これ相手からするとね、マジできついと思う、この流れ。でここら辺でね、ちょっとミラーエレジャー行きます。ちょっとね、ここは、ここにポイズン打ちたいと思うんで、打たせないミラーエレジャーをしていく。で、からの、絶やさないエリポン。このミラーエレジャーをしてね、一番攻めたい時もエリポン置いていきます。とにかく3倍タイムまでは、エリポン小僧になっていかなきゃいけない。ただ、ここはちょっといけそうだな。ちょっといけそうだぞ、これ。さあさあさあ、ここちょっといけそうなんで、やべ、これでも、まあただ左側はだいぶ入ってるね。でこれは卵になった後のフェニックスなんで、この殴り合いで勝てると。でこの両サイド振っていって、ジジイ、いや簡単でしょ、知ってれば簡単なんですよ。で目安1分10秒過ぎたらもうエリポン置かないですね。やっぱエリクサー回収しきれるのが1分5秒なんですよ、エリポンって。こんな感じで稼働時間があって、そう1分5秒で回収しきれるので、まあ回収しきれないところではやっぱ立てる必要がないので、まあ、1分20秒ならギリ立てていいですね。うん、残り10秒で決めきれるから。でもやっぱ1分10秒過ぎるとね、やっぱ5秒でエリクサー回収しきってもしょうがないからっていうのはある。そうこんな感じで、もうエリポンミラーしてもね、エリポン絶やさず、そう、意志を継いでいく、エリポンの意志を。でさっきみたいにもう、スケラを打たせないで、もうなんかポイズン削りに入らせたら、正直ね、終盤のフェニミラー削りがもうやばいんで、
や、ここはね正直許容してエリポン行ってもよかったんだけど、まあいいかな。さあここはねボンバーも生きてるんで食らってない逆サイドに。さあこれはちょっと美味しいですね。さあしっかりと、よいしょ、あー復活だね。これ復活しなかったらねちょっとトルネまで行かなきゃいけなくてちょっとまずかったね。さあ相手はここでねリガーがあるんで、まあ、飛ばしてきたらねさっきの位置に出してトルネで吸ってあげましょう。ここはポイズン打ってくるか。さあこの位置で筋肉だ。いやこのトルネがねマジズルなんだよね。チートすぎるマジで。このトルネがあってこそのマジでこのデッキって感じがする。さあこれだいぶディガー出してからの即ポイズンで相手はね7コスト使いたてなんで、まあ、今7、8コストぐらいだと思うんですよ。でも俺はもうミラーエルジャイまでいけちゃうんで、まあ、だいぶコストでは差がついてるね。で相手ポイズンを使ったんで一旦ここはうんミラフェニまで行っていいかな。ワンチャン刺さりそうっていう期待も込めて。さあそしてポンプを即置き、はい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 、いやただ相手の防衛がうまいですね。これはやっぱりさすがに刺さらしてくんない。まあウッド切ったんでここはね能力発動したらボンバーが跳ね返っちゃうんで、あれやべやっちゃった。防衛だった。防衛大臣だった相手完全に。よいしょ、さあこれでエリコン入っていきます。なんか先に狙ってきてそう。うわーそれはできる、いいですねこれは。いや先読みかと思ったんだけど、ポイズンかかってね、やべえ相手の防衛ポイズンだこれ。さあこっからは、まあ、フェニフェニミラーで2周目のね防衛ポイズンを探せたいんですよ。ここででエリポン生かしていくっていうね、そんな感じにしたい。エリポンに対してここはここに防衛ポイズンからのこっちにねディガーがちょっとよぎる。そうだよねさすがに。いやそれうまいね。さあ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 これはボンバーで回していく。あやべえこのポイズン、でもこのポイズンじゃない、ちょっとやることなくなってくるなだんだん。いやこれは熱いなこれ読んだの。ちょっとだんだんねここからやることなくなるんで、さあケツからエレジャー行きましょう。だいぶエリポン溜まったからね、3本溜まったらもうだいぶマジエリアド本当にね冗談抜きで15ぐらいある。さあここはエレジャーからのエレジャーミラーまで行きましょう。こっちかな。で左の短期エレジャイを刺していく感じ でゴブリン出すときは絶対セパですね。あれなんかセパしたのに寄ったんだけど、さあさあさあこんな感じで PSP 飛ばして、はい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 、いやこれもやばいでしょやってること。さあ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 、いやこれさあいいよ、いやー強よこれなんですよねマジで。いや意志を絶やさないエリポンがとにかく強すぎる。さあということで世界73位ラストいきましょうか。さあ来ました、よろしく。 SM だ、いつも結構俺の動画に出る率が高い。この人はねもともとゴレとか使ってたんだけど、レイジってことはまあエレジャイか、エリジャイリージャーでも可能性低いかな。さあもう後ろフェニックスとか後ろモンクには俺はねエリポン置きます。防衛エリジャイが置けるんで、はい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 。でこれはねフェニックスキング起動できるんですよ内側は。なんでここはね外側に置いていってキング起動します。この位置ですね、一発殴られるんだけど、よいしょ、さあさあさあこんな感じでキングも活用しちゃう。いや、いいですね。なるほど。
まあ、呪文なさそう、でかい呪文なさそうなんで、これエリポンでね、エリクサ回収して、ここでね、攻めてきたら、フェニフェニミラーで攻めてあげたいと思います。なるほど。さあ復活して、ここね、おられてもいいんですよ、正直。さあ、このエレジャイ止まんのって話。で、このエレジャイ止まんのって話。やべえ、これ。トルネー、行きたかったな。これはミラーの、どうだろう。そうだよね。ミラーが来ると思ったけど、でもこっち、相手エリクサーマジでないと思うんだよな。いけるかな。意外と守られんのか、これ。じゃあミラーエレジャイ良くなかったね。この人ね、ちょっとそのミラーエレジャイ防衛は上手いわ、さすがに。で、こっちに出して、これヒーラー誘ってるんですよ、俺こっちの。こう誘ってからの、エレジャイでブーです。さあ、ここでブーにする。で、ヤナアメをね、あんまり咲かせたくないんで、まあ、ここでね、咲いたら、基本的には、守れるはず。さあ、このね、エレジャイミラー攻めがね、多分、相手の強をつきすぎてやばいと思う。さあ、これで入るんじゃない？あは、GG。これですよ。あのね、ゴレとかで、まあ、エリババ入ってるゴレはちょっと話違うんだけど、なんかエレジャイとかゴレってやっぱ、普通にエレジャイ攻めが刺さるんだよね。そう、だから、一旦防衛に出してね、フル攻めさせてから、こうやってね、一本打てるときは逆にエレジャイ出してあげると、まあ、攻めか防衛ね、どっちかがおろそかになって、まあ、相手はね、防衛一本するしかなくて、まあ、そこをね、ついて、しっかりね、もう、エリゴレも守りつつ、攻撃を刺すことができるっていう感じですね。さ、世界45位っていう感じで、まあ、いかがだったでしょうか。このね、まあ、ミラーエレジャイ、まあ、誰が使っても正直、85点は出せるデッキなんですけど、残りの15点を出すと、ディガポイ削りに勝てたりとかね、まあ、今回遭遇したかったんだけど、遭遇できなかった、ロイジャイとか、まあ、あとはエレジャイのね、まあ、こういう対決とか、あと、エリゴレですね。まあ、そういう系に勝てるんでね、まあ、ぜひ、この立ち回り参考にして、やってみてください。ということで、今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。